ゴーカーチャンネル。はい、今回はホンダのインサイトの試乗を、お送りいたします。ホンダのインサイトといえばですね、まあそれなりの年の方はですね、初代が非常に変わった、2ドアのクーペっていうのを思い出されるかもしれませんね。初代のインサイトが出たのが1999年のことで、その当時は、まあ、トヨタのプリウスしか世に出ているハイブリッドカーというのはなかったんですけれども、そのプリウスよりもさらに燃費を上げて、当時では世界で最高燃費だった、まあ、マニュアルの車だったんですけれども、1リッターで確か35キロだったと思うんですけれども、まあ、当時の1015モードですね、そういう車だったわけです。まあ、ただその車っていうのは本当もう低燃費のことばかりを重要視したということもあって、非常にこう軽い、まずアルミボディを採用して、乗車定員も2人乗りにしてという、非常に一般受けはしない車だったんですね。でもそれはそれなりにやっぱり意味のあった車だったと思うんですけれども、その後ですね、一旦生産中止されて、また今度インサイトが復活をするというのが、2009年のことでした。でこの2009年に、もうでも2009年って言ったらもう10年前なんですね。そんな前のようには思わないんですけれども、よりハイブリッドの車が身近になるようにということでですね、かなり低価格のハイブリッドを出してきたのが2代目でした。でこの2代目のインサイトっていうのは5ドアモデルになりまして、ボディサイズは5ナンバーだったんですけれども、まあ、そのハイブリッドを一般化するというので出てきたわけですが、まあ、それとほぼ同じくして、トヨタのプリウスがフルモデルチェンジをして3代目になった時に、そのプリウスも、まあ、このインサイトに負けたくないというのがあって、かなり低価格で出てきたんですね。で、まあ、結果ハイブリッドの一般化をするためにインサイトっていうのは出てきた予定だったんですけれども、プリウスが当初の予定よりも安く出てきたちゃったということで、まあ、そのインサイトもプリウスのような勢いでは売れることなく、生産を終了したというのが、まあ、2代目だったわけですね。で今回出たのが3代目で、本当に初代と2代目も大いに違ってましたが、この3代目ももう全くの別物になったと。今回は3ドアの4ドアの3ボックスの、セダンになったというので、もう、ま、全くガラリと変わりました。で、初代と2代目はですね、IMA と呼ばれる、まあそのモーターがそれほど大きいモーターではなくてですね、アシストをするようなモーターだったんですね。基本はエンジンを動力源に使って、そのエンジンでは足らないところを電気モーターで、お助けをするというものだったんですが、今回のインサイトは最近のホンダで非常に、評価の高いですね、スポーツハイブリッド IMMD という、インテリジェントマルチモードドライブというなかなか難しい名前のですね、ハイブリッドシステムの仕掛けに変わりました。でこの IMMD に関しては一番最初に搭載されたのがホンダのアコードでした。現行型のアコードで、その後にオデッセイ、そしてステップワゴン、それから CRV というふうに搭載されて、もう今上級のハイブリッドとしては結構採用が進んでいるハイブリッドシステムではあるんですが、従来それらの車というのはですね、2リッターの排気量で2リッターのガソリンエンジンと電気モーターの組み合わせだったのが、今回は 1.5 リッターに小さいエンジンとの組み合わせになっているというのが、まず一つ大きな新しい部分でございます。でアコードにしてもステップワゴンにしても CRV にしてもですね、私、まあ、このゴーカーチャンネルでも
レポートをお送りして、非常にこう好きな、ハイブリッドシステムで、かなり惚れ込んでいるというのは、このゴーカーチャンネルおなじみで、見てくださっている方はお分かりだと思うんですけれども、まあ、やっぱり2リッターということもあって、かなりですねパワーもあって、かなり力強い、さらには電気モーターの、力強さもあってですね、新世代のハイブリッドとしては乗っていてもなかなか楽しいなというのが、私の個人的な感想だったわけですね。で、その2リッターをこのインサイトに乗せるにはやっぱりちょっと、パワーがありすぎる感もありますし、バランスの良さというところからしてもこの 1.5 リッターっていうのがいいという判断だったんでしょうね。そういうところから今回のこのインサイトは、まあ、今ちょっと乗り始めてもこの 1.5 リッターで特に不満はなさそうだなというのがまず第一印象です。で、まあ、その先代のインサイトとまあ比較するのもおかしいんですが、先代のインサイトというのはですね、先ほど申し上げた通りハイブリッドを一般化するということで、200万円を切る値段で登場してきたわけなんですが、今回のインサイトはもう300万円を超える値段になってまして、まあびっくりするってはびっくりしたんですけれども、まあでもそんな値段がついているのもなるほどなと思えるところもあります。例えばここのソフトパッドで革でこう曲がれているわけですが、まあ他のメーカーではですね、最近こういうステッチもですね、ついてるのはついてるんですが、実際にこう糸ではなくて片押しのまあステッチに見えるような、デザインにしてあるだけという車が多い中で、このインサイドはカタログによればこれ手縫いで、手張りですね、手張りで、やってあると、ミシンで縫って手張りにしてあるというのが書いてありまして、あ、えらい、プレミアムな印象を醸し出しててすごいなというふうに思いました。で、このあたりも、ソフトパッドにできてまして、先代のインサイトは決して、高級とは思えなかった、ところが、相当高級になっていてびっくりしているんですけれども、まあそれはそれで、まあ新たな、まあ最近の車ね、みんな高くなってみんな贅沢になってきましたから、時代の変化に応じてそういうような、ものになっているのかなというふうにも思います。で、ハイブリッドの話をしなきゃいけないんですけれども、1.5 リッターのエンジンと電気モーターが組み合わされています。で、電気モーターは、その、ステップワゴンなどに採用されたものもそうでしたけれども、かなり力強くて、電気だけで走る領域っていうのが非常に多いんですね。そのあたりはやっぱり、このインサイトも魅力的な、ところかなというふうに思います。今はどうも、エンジンがかかってる音しますね。ちょっとバッテリーの容量が少なめなので、バッテリーに今止まりましたけれども、充電しているようです。で、今電気だけで走っています。まあ、今極力エンジンをかけないようにと思いながら乗ってるもんですから、アクセルの踏み方はまあそれほど強くはないんですが、今まだ電気です。50キロになってエンジンかかっちゃいましたね。でもこのエンジンのかかった時の作動が、まあ、その従来の2リッターと組み合わせたものもわからないなという話をしてたんですが、この車も同じような感じしますね。すごく滑らかで、エンジンがまた今これ負荷が弱いと電気モーターにすぐ変わります。作動の、状況は左側のメーターの中央部に出ているんですけれども、まあ、EV というマークがですね、つきますと電気だけで走っているよという感じになります。今若干のこう上り勾配のところは割とエンジンが回りまして、ちょっとエンジンの音が聞こえてきますね。ただこれもですね、今オーディオを消した状態なので、オーディオをもしくはラジオをつけていればそれほど大きな気にはならないのかなと。で、この下りなどはもうアクセルを離しますと、快晴で、どん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 、バッテリーに充電していくというようなのは、これはもう他のハイブリッドとも同じことです。で、これは CR-V の時にも話しましたけれども、このパドルシフトがついているのがいいですね。回生ブレーキの強さを、これで切り替えることができるというのは、この最近のホンダのハイブリッドのいい部分だなというふうに思っています。
で、この今乗っているインサイトは中間グレードの車で EX というグレードの車なんですけれども、この EX に限らず、まずナビゲーションはもう全車標準なんだそうです。で、もうこのナビゲーションが標準というのは非常にやっぱり、その値段アップの一つの要因にもなっているのかなというふうに思いますし、これは、まあ、真ん中がファブリックで、サイドは革のような、まあ、これも多分合皮だと思うんですけれども、シートヒーターもついていてですね、今日は結構寒い日なんですが、それでも快適に乗ることができます。シートヒーターの切り替えは3段の切り替えになってますね。で、なお、ここにそのモード切り替えスイッチ、まあこれ他の車もありましたけれども、イーコンボタンだとか、スポーツモードとか、そういうのがチョイスできるようになっています。今、ちなみにイーコンをオンにした状態で走っていますけれども、まあこれでも特に、大きな不満は感じられません。快適に、こうパワー不足で、ストレスが溜まるというようなこともないのがいいところかなというふうに思います。一回イーコンオフにしてみましょうか。明らかにやっぱりアクセルの踏み量が同じでもよりこっちが力強さが増したなという気がいたしますね。今信号が赤なのでブレーキを踏みましたけれども、このブレーキもですね、まあ昔のハイブリッド出た当初っていうのはすごくこう、微妙な調整が難しかったんですが、まあそういう、回生ブレーキと油圧ブレーキの協調制御も、もう普通の車と扱うのと同じような印象ですることができます。で、この真ん中にあるのがスポーツモードですね。スポーツモードにしますと、メーターの部分がちょっとこう赤くなりますね。そこら辺も違いがあります。で、さらに、面白いのはスポーツモードをオンでも EV モードにもできますし、オフでも EV モードにできます。今 EV モードをオンにしていました。まあバッテリーが今半分ぐらいしかないので、ちょっと EV モードはとりあえず今やめておこうかと思いますが、一回スポーツモードで加速してみましょう。あ、すぐエンジンかかっちゃいましたね。ああ。でもやっぱり、昔、そのアコードのハイブリッドが出た時はですね、非常にこうエンジンの高鳴り音が事務的で、まあ、いい音とは思わなかったんですが、これ CRV のあたりからちょっと変わってきたんですけれども、ずっと同じ音が高鳴っているというのはなくなりましたね。ちょっとこのあたり曲がりくねってますから、ちょっと元気よく走ってみましょうか。 1.5 リッターで全然不足はないですね。まあ、この車車両重量を見てみたところ 1.5 トン弱の車両重量ということで、ハイブリッドの車で、駆動用のバッテリーでリチウムイオンバッテリーも搭載しているわけですけれども、まあ、そんなのでもですね、その 1.5 トンぐらいに収めてあるというのはやっぱり、軽量化にもかなり配慮した部分なんだろうなというふうには思いますね。